対価21箇条要求、対価21箇条要求、対価21箇条要求は、第一次世界大戦中、日本が中華民国政府といった外交交渉において提示した21箇条の要求と希望のこと、21箇条の要求などとも呼ばれる中国語版では、この交渉では直接の懸案である山、東ドイツ圏域の前後処理だけでなく、 従来からの懸案であったマンにおける日本の権益問題や在家非人の条約上の法益保護問題についても取り扱われた。第一次世界大戦がヨーロッパで始まり、日本は第三回日英同盟協約により、1914年8月23日にドイツ帝国へ宣戦布告し、連合国の一員として参戦した。 参戦に際し日本政府はドイツ政府宛に、独国政府に、余ヘタル帝国政府の勧告を8月15日に発し、その中で、甲州湾咀嚼地、賃貸の全部を、シナ国、中華民国に還付する目的をもって、無償無条件日本帝国関係に交付することを要求した。しかしその真意は決して文面通りのものではなかった。日本政府は、地の解消とともに、 外国人、日本人居留地を設営した後従来のドイツ証券及鉄道運行券を日本人居留民が継承することを想定しており、陳太を攻略戦の後この認識の違いが直ちに外交問題となった。第一次世界大戦において中華民国は当初は中立であり、日本の対独戦線復刻に対し、三島半島において交戦区域を設定した。 この交戦区域は、中華民国が、日独営に一方的に通告したものであったが、ドイツは二積み鉄道を物資補給に利用し、日本はこれを占領するなど、交戦区域外での軍事行動が行われ、また、中華民国も、交戦区域からの逸脱を有効に排除し得なかった。日本軍は1914年10月末に実施した、太汰の戦いの際、交戦区域外に進出。 二川積み鉄道がドイツ軍の物資輸送に利用されているとして、これを占領し、10月7日には終着駅である災難不停車場まで進むしている。災難は山東省の首都であり、意見、移謀はドイツ二川積み鉄道、山東鉄道上の重要都市である。沈滞攻略後も二川積み鉄道の付属地域の占領は継続された。一方で、中華民国政府は、 交戦区域からの逸脱に抗議し、1915年1月に交戦区域の撤廃を日独営に通告し、ドイツ租借地及び、二川ワみ線付属地外の日本軍の撤収を要求した。また、日本の二川ワみ鉄道、山東鉄道や陳家お税官の管理権を拒否した。中華民国は、ドイツ権益が中華民国政府の管理下に置かれるべきと要求したのだが、 日本政府は、戦時国際法上の軍事占領として日軍が管理するべきものとした。日本政府としては、ドイツと改戦したのであり、休戦後の講和条件によって、三島半島の対ドイツ咀嚼権をドイツから継承した後、中華民国に返還する意向であり、一方で、中華民国の主張は、対独咀嚼条約の文言に、他国に譲渡せずの文言があり、 中華民国に直接返還されなければならないとした。欧州では第一次世界大戦が継続中であり、日本政府としてはドイツとの休戦、講和が成立するまで三島公衆湾のドイツ権益を占領する必要があり、二河み鉄道や陳太お税関は日本が戦時接収していた。軍事占領は権益の帰属を確定させるものではなく、日本政府が一方的に 中華民国に返還した場合、戦争の推移や講和条件の遺憾によっては、日本政府がドイツあるいは中華民国に対して三党の一方返還について多額の賠償義務を負う可能性がある。また、侵害革命の成立以降、中華民国中央政府と日本政府との正式な外交条約は未だ、締約されておらず、過去の日清間の諸条約の継承関係は、 明確でなく、とりわけ、旅順、大連の咀嚼権が1923年に期限を迎えることは外交上の懸案であった。日本政府は、遠征外大総統と直接交渉することで事態の打開に動いた。1914年12月3日、加藤公明外相は、中花公使日置駅に大会要求を訓令し、翌1915年、 大正4年に1月18日、大隈重信の内閣、加藤孔明外務大臣は、遠征外に5二21箇条の要求を行った。主に次のような内容であった。このうち、日本側が重視したのは、第2号、中津ず旅順大連の咀嚼地期限の延長と満鉄及び案、笹ぐ線の期限の延長であった。日本が中国に特殊利益を有することは、 イギリス、フランス、ロシアは、名文あるいは目視を持って承認していたが、ドイツは不承認であり、アメリカの態度は明確でなかった。3月8日、イギリスのグレー外相は、加藤外相に対し、自分が非常に懸念しているのは、日中問題から正規すべき、政治上の事態進展にある。ドイツが中国において盛んに陰謀をたくましくしつつ、あるはもちろん事実であって、 中国をそそのかして日本の要求に反抗させるために百方手段を講じつつあるのみならずこれによって日中両国間に衝突を見るようなことがあればドイツの最も本会とするところであろう自分は今回の問題について何か質問を受ける場合できる限り日本の要求を支持して同盟の友好関係を全うしたい精神であると述べた中日英大使グリーンは 加藤外相に中国側の態度は誠に了解しがたい。仲介英講師は日中両国が不幸な衝突を見るに至らないよう北京政府に注意しており、遠征外大相統に直接申し入れてもいると語っている。日本の要求書を受け取った遠征外は即答を避け、ポール・ライン主兵講師や品政独講師らと緊密な連絡を取り、相計って国内世論を沸騰させ、 外国に対しては、日本の要求を古代に吹聴して、列国の対日反感を挑発した。在中ドイツ系機関士である、北京ガゼットや、読過日報は、三島問題に関する、遠征外との直接交渉を攻撃し始め、二十四は、ドイツの新任講師貧千に買収されたなどと言われた。敗日派や選挙士らは、日本軍の暴行を権限し、 日本軍の撤兵を要求したとされる。アメリカは、第1号、第2号、第3号については抗議する意図なく、あるいはあえて反対しない態度を日本政府に提示したが、第4号、第5号に関しては明確に反対であり、とりわけ、ウィルソンの関心は、第5号に集中していた。大熊内閣は3月15日に日本側に提示された。 この対日覚書の意図を正しく理解することができず、第5号に関して米国は、左指定機をそかさるのと判断し安易に対華強攻策に転じたことは、4月中旬以降のアメリカの極東政策に影響を与えることになった。会談の初期、中国側は会議宣言策を取っていたが、2月6日には、第1号、第2号に関し十分に考慮し、第2号は、 基地朝鮮に関することを除きできる限り情報すると返答した。ただ、第5号については応じられないという姿勢であった。また中国側は、第2号の第2条と第3条は、南満州についてだけ認め、東、蒙古を除外しようとしたが、日本側は、東部内蒙古は、地理上南満州と分離できない一地域を形成し、歴史上、行政上、 経済上並びに交通上、互いに密接な関係を有しており、また1912年のロモ協定付属通商議定書に、おい、第1条は、ロシア人は、猛虎地において随所に居住し、自由に移転し、商工業その他の業務に従事できる。第6条は、ロシア人は、猛虎の随所で、商工業上の経営所を創設し、諸家屋、店舗及び倉庫を建設するため、 指定地を沈着することができるとなっており、日本に対してこれと同じことを東猛虎で認めないのは到底承認できない、と主張した。3月3日、日置講師は第6回会議で元来革命の乱が勃発した当時、品の大半は粉々としてあたかも叶えの湧くような情勢であったにも、かかわらず、南満州と東部猛虎が乱利の下か,から免れ得たのは全く、 日本が何らの野心をも抱かないで、終始公明盛大な態度を持し、努めて、この両地方の秩序維持に留意したことと、日本がこの方面において、特殊の地位を保有していた結果に他ならない。もし一万一、日本がこの機会に乗じてある、主の行動を取った場合には、何万州も東ももあるいは今日の外も、こと、同様の運命遭遇したかもわからない。ついては、日本国の この公明盛大な真実と、その優越する特殊地位に帰り見て、中国政府は速やかに万毛における和が優越なる地位を確認し、第二号から東毛を除外する考えを翻してほしいと述べた。全県の陸志障害構想庁は、革命の乱闘時における事情、並びに、日本国の態度は、誠に季節の通りである。これらの事情からして中国は、 今回南満州に監視条約締結の将棋に大ずる次第であると答えた。五号条項は秘密、希望条項とされていたが、直ちにリークされ、報道は中国側が二十一箇条要求を突きつけられたと、検伝し、国際的、主にアメリカからの批判を浴びた。日本は五号条項を後に撤回した。中国国内でも反対運動が起こったが、中国側に、 日本軍を実力で排除する力はなく、日本側は5月7日に最終通告を行い、同9日に、遠征権は要求を受け入れた。遠征外は事故の地位を強固にするために、日本の応暴を内外に宣伝して、中国国民の団結を訴えた。中国国民はこれを非難し、要求を受諾した日、5月9日を国地記念日と呼んだ。アメリカは、 満州における咀嚼地と鉄道の咀嚼期限延長に対しては特別の反対はなかったが三島省を満州と同様な日本の勢力範囲とすることに対しては絶対反対であった。イギリスも満州における咀嚼地と鉄道の咀嚼期限の延長には賛成協力したが頂上以南においては最大の競争相手と考える日本を強く警戒し、 第5号案を同盟国にも秘密にしたことで、不信感を、強し、武将、急行間の鉄道、南署、長州間の鉄道に関する要求に対しては、イギリスの利益を侵害するものとして、3月10日に日本政府に考慮を求めた。アメリカは3月15日に、日本の提案第1号と第2号とはこれを問題にする考えはないという、書簡を送ってきたが、5月6日、 ブライアン国務長官は、英仏路三国に呼びかけて、日中両国に共同干渉を推移を提起して、三国当局から拒絶されると、5月13日、中国の領土保全、文庫解放の原則、及び中国におけるアメリカやアメリカ人の権利と抵触する、条約、協定、了解はすべてアメリカとして承認しない、と通告した。5月7日、 イギリスのグレー外相は、中英、井上勝之助大使に対し、北京政府が強行に反対してきたのは、主として、第5号の各項であるが、日本がこれを本交渉から引き離したことは、日本側の大きな情報言える。北京政府は速やかにこれを受諾して、自局の妥協を図ることが特策である旨を、中派な講師に、自分の勧告として述べておいたと述べ、また5月10日、 5月7日、アサジョルダン講師に伝報して、日本の最後の提案は、非常に寛大であるから直ちにこれを承諾し、妥協を図る方が利益である旨、非公式に強い韓国を与えるよう訓練したと述べた。一方、ロシアのマレビッチ大使は5月6日、十分了解した。真に、今度のご措置は、賢明なる方法と考える。必ずや北京政府は承諾するだろう。遠外は、 最後通帳を待っているものと思われると、加藤公明外相に述べた。さらに、日本の大化21箇条要求に対し特に意義のなかったフランスに、石井菊次郎大使が最後通帳の説明を行った際、デルカス・セフッツ外相は、今更内容を伺うまでもなく、帰国の成功を祝すと述べた。一方、孫文は3月中旬、外務省の小池張り作りに書簡を送り、 日中名約案として提案した。その内容は、第5号の4、5、6条の趣旨に符合するものであった。まだ、日本に期待していた孫文にとって、苦渋の選択だった。また、新法八式人の代表格であった、吉野作造は、ことここに至れば、最後通帳を発するの他に取るべき手段はないと、断じた。この要求の総案は、非常に、 短時間で作られたものであり、要求は、希望条項を除いて、現在から過去に起こった事項に関することへと順に遡って、記述されるという特徴的な構成となっている。交渉の結果、第5号希望条項は棚上げされ、最終的には16箇条が5月25日に条約及び13交換公文として結ばれた。締結直後の6月22日に、 中華民国は、朝弁国属条例を交付した。これは、日本人に土地を貸した者は公開裁判なしに死刑に処すもので、土地消疎権は調印と同時に早くも空分と化し、中国は条約に違反した。中国の文庫解放、オープンドアを唱えるアメリカは、日本の対中政策との打協定を求め、1917年に、石井、ランシング協定を結んだ。 1919年、大戦後のパリ講和会議でも、日本の要求が認められたが、中国国内では、学生デモを発端に、各地でストライキが起こり、軍閥政権は屈服し、ベルサイユ条約の調印を拒絶した、54運動。日本の中国政策を批判する国際、特にアメリカの世論が高まり、ワシントン海軍軍縮条約の場を借りた二国間協議で、 三島懸案解決に関する条約が締結され、日本は守備兵を撤兵し、甲州安祖嚼地、二川住鉄道などを返還したが、二川住鉄道は日本の借還鉄道となり、同鉄道沿線の鉱山は日中合弁会社の経営となるなど、三島省において名義の上で一定の権益を確保した中国関係による権益侵害や民衆を動員した。 公日運動により実施されなかった。孫文は、二十一カ条要求は、園生外自身によって起草され、要求された策略であり、皇帝であることを認めてもらうために、縁が日本に支払った代償である、と断言した。また、加藤公明外相は、最後通帳は、譲歩する際に、中国国民に対して、縁の顔を立てるために、縁に懇願されたものである。 と公然と認めた。さらに、アメリカ講師、ポール・ラインシュ、ポール・エス・ラインシュの国務省への報告書には、中国側は、譲歩すると約束したよりも要求が、はるかに少なかったので、最後通帳の寛大さに驚いたとある。最後通帳の思考を必要としない状況において、最後通帳を強行したことは、中国国民の民族主義を軽視した日本外交の失敗であった。 この外交交渉により、二条約十三交換公文にまとめられたもののうち、南満州及び東部内蒙古に関する条約など、満蒙問題に関する重要な取り決めがなされ、満州前後条約や満州協約、北京議定書、日清追加通商公開条約などを含め、日本の中国特殊権益が条約上固定された。日本と中華民国によるこれら条約の継続有効、 日本と破棄無効、中国をめぐる争いが、戦線不国な帰戦へ導くこととなる。後、第二次北伐を開始した中華民国、小海石政府は1928年7月19日に、日清通商公開条約の一方的破棄を宣言し、日本政府は、その無効を主張することとなる。また、1 9 1五年の長弁国属条例は1 9 2九年に、 強化され、土地等売り現金条例、少祖禁止令など、およそ59の追加法令となり、日本人に対する土地、家屋の少祖禁止と従前に対借している土地、家屋の修が図られた。真島や満州各地の朝鮮系を中心とした、日本人居住者は立ち退きを強要されあるいは、迫害された。このことは、満州事変の大きな要因となる。いわゆる、 対価二十一カ条要求と呼ばれる一連の外交交渉について正式な名称は存在しない。九百十五年当時の報道では大使な交渉、三等問題、三等前後処分あるいは要求二十一、重要条件二21巻、項二十一カ条などと記述している。したがって次のような言い方はいずれも通称でありいずれが正式な表記という。 ものはない。ちなみに、岩波書店から出版されている4つの年表、いずれも横書きを見るだけでも、5号21箇条の要求、近代日本総合年表第4版2001年、大下21箇条要求、世界史年表、第2版2001年、大下21箇条の要求、日本史年表第4版2001年、大中21箇条要求、近代日中関係史、 年表2006年と表現はまるでバラバラである。2000年代の中学校で扱われる文部科学省、検定済み教科書で掲載されているものには、21、過剰の要求、21過剰の要求、21過剰、要求と表記されている場合が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。